まあ、僕もよく行くあのナップス広島店さんね、バイク用品の量販店バイクワールドがね、どうやらできるそうなんですね。まあ、その坂町にあるベイサイドビーチ坂という、まあ、公園ですね。ここは西広島バイパスですねの下りですね。前回と前々回もかな、広島におけるバイク界隈の環境変化みたいな動画をね上げたかなと思うんですけど、まあ、直接バイクと関係はないかもしれないんですが、ここもねちょっと一個ご紹介したいなと思います。今走ってるこの西広島バイパスなんですけど、はるか昔ね、30年くらい前かな、このバイパスで最高速チャレンジみたいなのが一時期流行ったんですね。まあ、車、主には車ですけど、まあ、僕もね若かりし頃、まあ、雰囲気組ではあったんですが、まあ、もうねここ行ったり来たりほんま数えきれんぐらい走ったんですが、その時にね、まあ、休憩したりギャラリーしたりする場所として、まあ、今から行こうとしている佐賀のサービスエリアがあって、当時か、まあ、つい最近までね、まあ、古い店舗とあとまあ自販機がこうずらっと並ぶような、まあ、若干クラシカルなタイプの場所だったんですけど、そこがね一時期こう閉鎖になっちゃってたんですね。で、まあ、トイレと駐車場みたいな感じになってたんですが、割と最近ねそこ綺麗に整備されました。まあ、僕も一回ねもう見てはおるんですけど、まあ、せっかくなんでね同じテーマに近いかな、なんでちょっとご紹介したいなと思います。はい、見えてきましたね、前方佐賀田 B、 ちょっと入ってみましょうか。綺麗になってね、車も結構増えてるんじゃないかなとね。 あれそうでもないかね、ローソンができていい感じになってるんですね。なんで平日はねそれこそトラックのドライバーの方とかお仕事の方の休憩場所で、週末もしかしたらねどうなるか分かりませんけど、バンバン走る連中のたまり場になる可能性はあるね。ね、だからここもあれっすよ、さっきの何マリーナホップとかベイサイドビーチとかと同じ、夜な夜な集まってワイワイやるとまた悲しい結果になる可能性があるので、まあ、ツーリングのね途中夜とか待ち合わせ場所とかで使うのは全然いいと思うんですけど、ここに集まるのを目的で来るみたいなのはやめた方がいいかな。はい、ってな感じで下りね、ほらめっちゃ綺麗、喫煙所もある、完璧やね。はい、じゃあせっかくなんでこれ下りなんですけど、上りもねもともと規模はもともとちっちゃいんですけど同じように整備されたんで、そっちも行ってみましょうか。なんか懐かしいね、この U ターンしてまた帰っていく感じ。まあ、さっきもちょっと言いましたけど、またねここで最高速チャレンジみたいなことはねきっとね起こらないと思うんです。最近の若い人そんなにね車に入れ上げてる人いませんし、もう流行んないですよねそういうの。ただやっぱり一部の人でそういうのをやる可能性はあるかもしれない。そうした時にそれこそ200キロオーバーとかでかっ飛んでいくような車が週末現れ始めると、こうのんびりバイクとかでね走ってるともうケチョンケチョンに煽られるかもしれないので、特に慣れてない人とか、まあ、そういう時間にそういう場所に行ったらちょっと怖い目に遭うかもよということを最後言っておこうか。相変わらず汚いな。あ、そうそう、ガソリンスタンドはなくなったよね、やっぱね。あ、バイク乗り結構おるね。
はい、以上。こっちが上りでした。あとね、ここ普通に抜けてく車いるんで気をつけてください。こっちのね、左に降りていくんですよ。あれ、確認せずに出て結構事故起こってましたんで気をつけましょう。はい、以上、西広島バイパスの、パーキングサービスエリアが随分きれいになりましたというお話でございました。